た。見て、見えねえんだよ。サムネ見て。氷結。来ました。ニュー氷結。レモンの水見せよ。氷点凍結。来たー。35周年ということで、今回ですね、お酒を飲みます。明日私は死んでると思います、ちなみに。いてはが来ないと困るんだよな。サイレス、おー、サイレス。サイレス、ただただ普通にかと。あ、でも高校いてはれ。まだ負けすじゃん。ダス、あ、ダスコちゃん、ダスコちゃん、おや、ダスコちゃん、どうしたの。ダスコちゃん、どうしたの。ちょっと君も恐怖のコンビが振り下ろされる。ウルトラステップ、せーの、うわっ。そうだな。あ、なんか妙案、妙案。おお、こいつら怒りのマシンでいきます。いけ、アンガーパンチ、いけいけいけ、アンガーパンチ、いきます。怒りの一撃だ。おお、いくぜ。握りつぶす、いくぜ、握りつぶした、いくぜ、ほら、いくぜ。うわー、プロブレの動画に関してはさっき言った通りかな。太ももがしこ。お酒全部飲んだ。氷結500飲んだ。今まで350しか飲んでないんだけどね、今日500飲んだ。明日多分ね、わあ、バズルちゃん。バズルちゃん。バズルちゃん。わあ、キスコちゃん。キスコちゃん。キスコちゃん。いやー、生放送ひどかったー。生放送ひどかったね。あの生放送ひどかったんだけどさ、なんで今この動画撮ってるかっていうと、その生放送撮った後にすぐに収録してるんですけど、まあ今しめですよね。今しめです。酒飲んで、自分がどんだけ酒に弱いかを今撮って、今しめとして残そうと思うんです。 YouTube に上がってるのかは知りませんよ。行くぜ。ちょっともう一プレイしようぜ。酔いさめのもう一プレイだ。あとなんかね、その酒飲んでさ、酒飲んだらいいんですけど、その頭がガンガンして、頭なんていうかな、頭がずっとズキズキするみたいな感じで、今なんか感じ、その感じで今撮ってるんですよ。普通に今一線だけちょっと普通にモンバートこうやってやったらどうなんのかなって思うんですよ。まあ、多分今しめでね、悲しいことになるんでしょうけどね。わー、間違えた、ヒッポインじゃん。ヒッポインじゃん。これ会心で粉砕するしかねえな、これ。普通に一人プレイのね、モンスターバトルロードやったらどれぐらいなんのかなって、今しめですよね。あーらら、あーらら。さーりげなく俺に突っ込んでんのね。こうなるとシールヒッポはね、150打点ぐらいかな、多分。ほら。すげえ、寄っててもわかる。寄っててもダメージ感覚がわかる。すげえ。すげえな。ちょっと待って、そこの頭回るんだな。モンバトル鍛えられてるね、ちょっと。モンバトルダメージ感覚が鍛えられてんだなってつくづく思うわ。ジャンプ切り、よいしょ。ヒッポって硬いな。ヒッポって硬いな。うん。まあ、プラキンヒッポで活用されるぐらいから、それ硬いんだろうけどさ。微妙なダメージでんな、さっきから。スペシャルカット確か上。上で出る。何飲んで、そうそう、生放送の時何飲んでくたかっていうと、氷結の500ミリリットルなんですよ。氷結のその500ミリリットル一本飲んだらけでこれなんで、まあ先が思いやられというか、まあ、アルコールそんな高くないんですけどね、これ。アルコール度数はそんな高いわけじゃないんですけど、まあ、僕、今まで酒飲んでた時って、350がよく飲んでたんですけどね。で、そのよ、酒飲んで、その、避けてる、エースケ避けてる。その酒飲んで350の時も相当な
余裕だったんですけど、もう今頭こんな感じで、なんていうかな、自分でもあんま何言ってるか分かってないんですよね。310だからどっちでも多分倒しきれないけど、まあ大丈夫でしょう。あれ次ライダースペシャル決めるんで、というかフェスティバル決める気満々なんで、チームもあんま強すぎず弱すぎず僕らしいチームにしてあるんで、ライダースペシャルでね、普通に乗りすぎて、パーフェクトカードか。君好きだね、それ。シールソー一回もしてくんない。まあまあ、したところでですよ。したところで、ライダースペシャルで、打点出て終わりですよ。ただね、酒ほんと弱いなってね、よく思ってます。ライダースペシャル、騎乗戦究極奥義、ライダースペシャル、虹をかけて走り出せ、いざ行け、爆発落ちなんて最低、ドーン、パーフェクトガード貫通。こういうのがいいとこだよな、必殺技って。酒飲むと正常な判断ができないなとか、ロレツ回んないとか、同じことを何回も繰り返すとか思ってるんですよ。多分ね、編集するときにその思い知ることになるんだろうなって思ってます。今こうやってベラベラ喋ってね、今しめとして残してるんですけど、多分ね、にゃんたまアタックすんじゃねえよお前。にゃんたまアタックすんじゃねえよ。お前ライダーフェスティバルこっちが見せたかってにゃんたまアタックしてんじゃねえよおい。わかりやすくやってきたな、そういや。お互いがお互い、そういうなんか芸人かまさなくてもわざわざ、あーあーあーあああああ、もうボロボロやん。ボロボロやん。この酒今飲んでから、その、一番酔いが回ってる時が、その500ml 飲み切ったあたりだと思うんですけど、そこの時は結構ね、ヘラヘラ笑ってましたね。なんかね、自分で自分が何してるかわかんないみたいな、その自分で自分がどんだけ酔ってるかがわかんない。その、いや、わかってるんだけど、なんかね、止まらないというかね、ずっとなんかね、ヘラヘラしてるというか、まあ多分周りから見りゃ幸せなタイプですよ、酒飲んでる時に。うん、周りから見りゃ酒飲んでる時幸せなタイプって言うんですかね。はい、ベラベラ喋ってますね、こうやってね。はい、これ編集めっちゃ大変でね、お蔵入りする気満々なんですよね。そもそもこれ絶対蔵でしょ。でも蔵の動画でも編集したいのが僕なんですよね。お、これ飛竜切り入ってんなら、あ、大丈夫。あの、あと1体なんか入れればいい。エースケくん、エースケくん、オッケー、いいよー。エースケくん、賢い、帽子の輝き、せーの、はい、よいしょ、オッケー。魔王戦いけるかな、魔王戦いけるかな、グレドナちゃんで死んだりしないかな。あ。あ。これ死ぬ。これ、先が見えた。やるぜ、ああ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 あ。そらそうなるでしょう。やだー、グレートドラッキーで行くぞ。やだー、あれで終わったらなんかずっと示しがつかないもん。グレートドラッキーだ、グレートドラッキー。グレートだけ、お前もう自分が実機で使ってたグレートドラッキーちゃんなら、なんかやってくれるよね。やってくれる、グレートちゃん。あれで動画終わってるとさ、すごいなんかないな、中身ないなって。多分さ、そのさ、後で自分編集してさ、自分がいかに酒について愚かだったかをさ、把握したいじゃんってなるとさ、もう一戦ぐらいした方がいいかなって思って、ちょっとね、グレドラちゃん使おうと思います。グレドラキー、自分だってさ、時期の時めっちゃ使ってたんで、めっちゃ使ってたんで、はい、本当に。めっちゃ使ってたんで、あれ、なんか同じこと3回言った気がするんだけど。それが面白いと思ってんだから、本当に酒飲むと良くないことっすよね。なんかさ、ちょっと待って。敵のパーティー打撃多いんだけど大丈夫かな。やめてーやめてー、ちょっと待ってー。ねえ、ダメダメ、ねえねえねえ、ダメだよ、打撃ダメだって。炎もダメだし打撃もダメ。ねえ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 、避けて、グレタちゃん避けて、 25% の回避あんの。ねえ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 、グレドラちゃんちょっと、ねえ、自分の青春頑張って、ねえねえねえ、自分の青春頑張って、ねえ、頑張って頑張って、
なんかしてね、なんとかして、なんとかして、ちょっと待って待ってね、なんとかして、グレドラちゃん、よし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 、グレドラちゃん頑張って、一回戦でも蹴る動画見たくない、一回戦でも蹴る動画シャンプー1、2回見たくない、頑張って、てくから、星が降り届く、シューブティングスター、エクセセンのアイアショップ、ボストローに当ててこれか、ボストロー当ててこれか、弱いな、中央剣おっさん、イエーイ、有機戦ワンノーマン、ちょっと待って、実況できて、実況ってなんだっけね、実況ってなんだっけ、実況ってなんだっけね、な、ね、ね、ちょっと待って待って、おい、このターン一回も食らってない、お前の子、お前の子、やった、このターン一回も食らってないもん。やった、グレドラちゃん最強説ある。グレドラちゃん最強説ありますよ、ちょっとね、ねえねえ、皆さんこのね、酒乗った時のグレドラがいかに強いかと見せてやろうと思うんですよ、ちょっとね、みんな、わかります？すべてを凍らせるつもりだ、グレートフルブリザードまさかグレドラがこんな風にさ、使われるとは思わなかったよね。俺も思わない。わー、バギクロス打ちそう。バギバギマバギマだもんね。バギクロス打ちそうだね。バギクロス打つね。これバギクロス打つよね。絶対バギクロスだよね。バギクロスの構え。ほら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 。言わんこっちゃない。怒りの魔人倒しに来たもん。怒りの魔人をバギクロスで倒すチームじゃん。な、まあ、正確に言うとガゴリとバグの本なんてさ、あの 2D はいないんだけどさ、タホドラキーとかだったかな。バギクロスなんて余裕でしょ。余裕ですよ。余裕です。賢さ高いんで余裕です。テクが星が降り注ぐ、ショーテンゴシャー、よっしゃー、イエイエイ、ワーウェーイ、やったね、グレドラちゃん、見せ場作ったよ。テクから、いいな、グレドラちゃん、答えてくれるじゃん。ギガデイン、ギガデイン、答えてくれるじゃん、グレドラちゃん。やってくれる、やってくれる、マイボーマン行っちゃうねえねえねえ。ダイボーマン行っちゃうねえねえねえ。グレドちゃん。テクックだ。欲しいか、無理そう、探しよう。テンスパー。うわ、イグバーサロー。あー、じゃあ、嘘でしょ。グレドラちゃーん。ズキズキしてきた。あれはズキズキしてきた。酒500、焼結500飲んだだけなんだけどさ。頭ズキズキ、生放送中も言ったんだけどね。頭ズキズキする感じなんすよね。なんかズキズキする感じなんですよ。なんかちょくちょくなんか定期的に痛むというか。で、なんかね、目がね、目の焦点が合わないって言ってわかります。なんかどっちかというと、上で言うというかさ、甘くて画面集中してないというかさ、まあ、多分実況集中もしてないんだろうなって今ね、なんとなくわかるんですけど、自分でも思うんですけど、多分実況集中できてないなっていうのに、ただ A ボタン押すだけの作業ですよね。はい、本当にね。多分これね、多分ね、編集するのめっちゃ大変なんだろうなと思いましたからね、今のうちに言っておきますね、はい。編集するときの俺ごめんけど、饒舌だと思います。何言ってるか分かってるんですけど、自分でも何言ってるか分かってるんですけど、自分でも何言ってるかがあんまり理解できなくて、つらつらとコメントが出て、なんかコメント、言葉、コメント、まあ、いいもん出るんですけど、なんかぼんやりする。頭がフラッとする。なんか、ぼんやりカックンってなるというかさ、多分明日二日酔いだな。明日休みなんだからいいんだけどさ、こういうのを見るとね、周りの人は言うんですよ。キラさんは幸せだなーって。酒飲んでる時だけだよー。何グレドラちゃん、やってくれるの、もしかして。グレドラちゃん、もしかしてやってくれる、期待応えてくれる。大丈夫、落ち着け、グレドラちゃん、勝ち筋あるよ。グレートフルブリザード弱点取れんじゃん。氷弱点、なんか青いの氷弱点だからさ、グレートフルブリザード940打点ぐらい出るから、それってだからコンスタントにグレートフルブリザードしてとても打てばワンチャンあるよ。よければいいの。
そう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 、あのワンチャンで避ける可能性もあるし、ドルフォーなら楽勝だから、楽勝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 、あのね、そんなくらない、グレザーちゃん賢さがあるから。うわ、待ってくれ、グレザーちゃんどうなってんのこれ、グレザーちゃんどうなってんのこれ、あれ、うわ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 、なんでなんで、え、なんで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 、ジゴスパークなんでこんな、え、ジゴスパークドルフォー、ジゴスパークドルフォー、あ、ど、なんなんなんでこんなくらったの、え、賢さ240だよね、グレード、え、グレードラーキン、賢さ240だよね。なんでこんなくらったの、え、なんでこんなくらった、え、暗黒呪文でしょ、こんなこと、こんなはずはないんだけど。奇跡も魔法もあるんだよ。奇跡も魔法もあるもん。あるもん。ここからあるもん。何言ってんだろう。ダメかも。もうダメかも。グレートドラキー。お前多分ここまでだよ。お前はここまでなんだよ。まだある。避けろ。避けます。おー。あるよ。ある。あるよ。グレートフルブリザード当てて、光の玉に勇気回収して、このターンとあれば勝ち。ある。希望イズある。ある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 。このターン勇気溜まったから、シューティングスターグレートフルザードで打点取って、避けないとダメ。25% 回避。避けます。うわぁ、避ける、頑張れ、避けろ避けろ避けろ、避けて避けて、グレドラ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 ちゃんも、青春って弱かった。あとさ、何度も言っとくね、編集するときの俺ごめん、そして見てくれてる人多分ごめん、間違いなく思うわ、ごめんなさい。